はい、こんにちは。沖縄パパです。みけさん、あごのせいでございます。かわいいですね。はい。えっ、ー、とですね。えー、この前ですね。あの、おフランスのね。えー、神数えがありましたね。はい。オフランスの神数え。それでね、あの、マカロンちゃんですね。マカロンちゃん。はい。えー、かわらしいお菓子の名前なんですけど、なんかね。 えー、腹黒そうな感じですよね。はい。マカロンちゃんがまたね、あのリーダーになりましたが、はい。どうやらリーダーになってそうそう、おなんかね、おかしなことを始めたようです。おかしなマカロンだけにおかしなことを始めるという。はい。なんとですね、えー、デジタルですね。デジタルのね、ID。はい。デジタル ID の制度を始めました。これがね、 なんと言うかね。はい。あの、例のね、えー、C、の国ですね。C の国と同じ制度でございます。はい。つまりですね。まあ、いいことをした人には、あちょっとね、えー、社会的なんちゃらですね。信用なんちゃらというのでね。えー、もし、もしね、えー、アウト、政セーフにね、ちょっと逆らうようなね、 えー、発言をしたらね、ポイントがマイナスになっていくというあれですね、あれ、はい。あれを始めたようです。はい。えー、これねー、四国だけでいいのにね。オフランスでもやり始めましたよ、オフランスでも。あとね、これ確かね、あのー、 ウィーンでしたっけウィーン。はい。あとドイツのね、ミュンヘンかどっか。はいえ。これはあれですね、国ではなく自治体ですね。で、こういうのを始めてるところがね、ちょこちょこ、ようのね、六パで見られるようになってきました。はい。えー、まあ、制度としては、あの、いわゆるね、C の国と同じ制度でございます。はい。 皆さん、そんなにね、あの、民のね、民主のね、主義が嫌なんでしょうかね。はい。みんなで、なんか、今日のね、3のね、主義の、それもいい方ではなくねえ、こういうものを利用しています。はい。そういう方向に進んでっています。ただしね、これ私思うんですけど、かなり危険だと思うんですよ。 何が危険か分かりますよねデジタル ID。デジタルですよ。そうなんですよね。ハッカーです。ハッカー。あのー、ハッカーでね、個人情報を盗んだりとか、それを売買したりとかね。またね、ええー、まあ、よからぬハッカーがいて、書き換えたりとかね。はい。 えー、ま、あげの果てに、まあ、その ID ですね。が、こう、銀行とかとね、紐づいてる場合、そこからお金をちょっとちょろまかしたりとかねえ。そういう犯罪の温床になるんじゃないかと思っております。本当にセキュ,セキュリティをね、厳しくしないと、これはやってはいけないことだと思います。それだけのセキュリティがあるのかどうか。はい。 私は非常に疑問に思っております。はい。なぜなら、ハッカーはね。ええー、まあ、簡単です。あのー、言われているようにね、あのー、五角形ですね。雨の国の、すっごいセキュリティが厳しいと言われているね、五角形です。あそこにも簡単に入ってきますから。今までそういうこと何回もありましたから。そういうことなんですよ。はい。 デジタルが怖いというのはこういうことなんです。いわゆる、ハッカーですね、ハッカー。そういう人たちが、もしね、悪意があって、何かその個人情報を抜き取ったりとか、ああ、口座からね、デジタルの口座からお金をちょろまかしたりとか、そういう犯罪行為が、ああ、一番危ういですよね。だから私ね、あんまりね、デジタルバンクは絶対 使いたくないっていうか、ほとんど使ってません。はい。えー、やっぱりね、キャッシュが一番です。はい。えー、怖いですからね。本当にデジタルでやりとりは。はい。えー、いつハッカーが入ってきて、えー、個人情報を売買されたりとかね、悪用されたり、えー、またね、えー、なんていうのかな、銀行なんかだとね、そういうふうにお金をね、盗まれたりとか、そういう犯罪の温床になりかねません。 なので、このデジタルっていうのが、そのハッカーをね、十分防止できるようなセキュリティシステムがあればいいですけど、そんなものはありませんね、まだ。はい。なんせあの、ね、五角形ですね、アメリカのね。五角形のあのセキュリティの厳しさでも、あハッカーやってきますからな。今まで何回もそういう報道を私見てきましたからね。 なので、このセキュリティの面でのね、えー、な不安定さですね。こういう問題を解決しないことには、やっちゃいけない制度だと思ってます。はい。えー、それをね、大っぴらにやってますよ、はい。C の国と同じようにね。まあ、まあですよ、本当に。そして、えー、まあ、それプラス、まあ、セキュリティのね、面の、 おなんていうのかな不安定さっていうものプラスあとね、えー、いわゆるげん言論ですね言論はいフリーな言論っていうのがあこれまあ全くできなくなる可能性があるということでねこれも嫌ですよねはい両方とも嫌ですねはいということでそういうねえ何、ー、て言うのかなもう 気弱なものですな。脆弱なもの。その、セキュリティの面で脆弱なものをね、えー、多分考えなしだとは思うんですけど、なんていうのかな。脆弱なものをね、取り入れてしまいましたよっていう感じですね。はい。まあ、どうなってるんでしょうかということです。はい。そんなにね、C 国がいいんでしょうか。みんな真似したいんでしょうかね。 えみんな独裁が好きなんでしょうね、きっと。はい。まあそういうことでございます。はい。それでは皆さんごきげんようお。これの記事もね、貼っておきますので、皆さんご覧になってください。沖縄ばばでした。